さあ、216番道路にやってきました。非常に視界が悪いかつ雪が降ってるんで、まあ、戦闘中もあられになります。非常に厄介でございます。結構これやってる途中で力尽きたトレーナーも多いんじゃないでしょうか。ここでの中継地点はとても大事、体力回復できるのでここはぜひとも寄っていこうね。さあ、まだ雪が降ってるだけですが、ここから先進むとさらに吹雪がきつくなっていくんですね。本当に何も見えなくなってくる。ところでダイヤモンドダストになることあるみたいですよ。ところで今更なんだけど、このダイヤモンドパールの主人公ひかりちゃん、この服装でこれ舐めてるよね正直。エリートトレーナーのあのモコモコした服装でも結構寒そうなのに、半袖スカートだしね、ミニスカ、半袖どころじゃないな、ノースリーブ。なんでね、うん、プラチナでは若干あったかそうになったけど、若干だからね。正直ここに来る服装ではない、そういうとこあるよね。さあ、H 湖のほとりまで来ましたが、もうボロボロよ、体力、体力というか PP がボロボロ。あー、キッサキシティ着いたー。キッサキシティ着きました。長かった。とりあえず体力を回復させたい所存でございます。どこですか、どこですか、どこ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 。じゃ、ポケモンセーターどこ、そこ。うわあ、あなたマフラーだけで寒くないの、本当だよ、本当だよ、死ぬぞ。うん、こちらにあるのは喫茶機神殿、レジギガス様が眠る神殿ですね。この先は許された者だけが入れる喫茶機の神殿、お引き取りくださいと。まあ強くなってからじゃないと入れない、認められた者しか入れない、さぞかし強いポケモンが眠っているんだろうと、そう思わずにはいられませんね。まあ、ただ実際のところアルセウスとかでは、アルセウスとドンパチしてない時のレジギガスさんとか、まあ、見れたりするかもしれませんね、まあ、そこら辺は期待。じゃあ鈴名さん行きますか。で、ここのジムの仕掛けはね、とても楽しい、うん、とても楽しいです。なんだろうね、こうつるっといってボーンみたいな感じ、ボーン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 、そい、よいしょ、開通、突撃よ。いいよ、強い人待ってたし。だけど私も気合入ってるから強いよ。ポケモンもおしゃれも恋愛も全部気合なの。そこんとこ見せてあげるから覚悟しちゃってよね。お任せあれ。ではこっちもエースのペンロード君でお相手しましょうか。そっちが王だというならばこっちは皇帝よ。行くぜ、ラスターカノン、よいしょ。HP のヘリが相変わらず遅いがミリだれ。なんか食べてる、お盆か。うー、それはよくないよ、それはよくないよ。先生堂々って言ったじゃん、王だから威張ればいいって。まあ確かにね、まだ負けないから。いや、威張ってきてるからな。混乱運ゲーにかけてきたか。正しい選択ではあるが、それを破壊させていただこう。ラスターカノン、いやー、急所。ダメ押し。鈴名さん勝利、すごいんだ、ちょっと尊敬するかも、すごいんだ、あなたのこと尊敬しちゃう。うん、なんだかあなたの気合そういうものに押し切られちゃった。そうだ、これあげないと、グレイシャバッジゲット。ロッククライムの秘伝技が使える、技マシン72。
雪なだれ、いいね。自分が相手の攻撃でダメージを受けたら、なんと技の威力が2倍になるの。かっこ接触技。意味わからん。うん、気合で雪崩起こしてんのかもしれんな。さあ、いよいよバッジも7つ目になったということで、H 子の様子。おっと、その前に親。てっ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 て。リオル。ゲンさんがくれたのはリオルの卵だったんですね。まあ、メンバー入りはしないんですけどね。うん、これ以上ね、ガーチョンに弱いポケモンが増えると白ナ戦がやばいんで。さあ、ユクシーを奪おうとする不届き者を懲らしめに参りました。まあまあ、でもあなたが弱いものね。湖のポケモン助けるなんて無理な話。ポケモンチャンピオンだって諦めた方がいいわね。それにここ寒すぎるわ。トバリのアジトに戻りましょう。あら、あなた白帯であったわね。いい、これから銀河団はみんなのためにすごいことをする。だからポケモンがかわいそうとかくだらないことで私たちの邪魔をするのはやめてほしいわけ。アジトに乗り込んできても意味がないのよ。では失礼。アジトを教えてくれる。ポンコツその2。そうだよ、銀河団相手に何もできなかったんだよ。あのユクシーとか言われてたポケモンすごく辛そうだった。許されざる。俺強くなる。なんか勝ち負けとかそういうのじゃなくて、強くならないとダメなんだ。さあ、H 子に来ましたが、時すでに遅し、ユクシーは銀河団に奪われていったのでありました。よし、銀河団を滅ぼそう。バッジが7つ集まったんで、もらいに来ました、ポケッチアプリ。さあ、何がくれるんです？技効果チェッカー。なるほどね、技の相性を確認できる。そう、これはね、結構有用かもしれない。まあ、対戦中には見られないんですけど、ほら、こういう感じで相性を見られるということですね。じゃあ、トバリに行きますか。勝ち込みじゃー。おや、なんか置いてきましたね。ゲット。ピッピ取り上げられちゃったのか、かわいそうに。じゃあ、行きますか。銀河団アジト、ユクシーを救いに行くぞ。潜入調査開始だ。BGM は超かっこいい。はい。銀河団の鍵を手に入れたので、私はもう無敵よ。もう私を止められる者はいない。ユクシーの元まで一直線だ。どけ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 ー。シャーレ様のお通りでい。行き止まりだったぜ。行き止まりか。そうか。さて、着きましたか。お久しぶりですね、赤木さん。そうか、君が報告にあった銀河団に逆らっているポケモントレーナーか。こんな子供だとは思わなかった。銀河団の幹部たちが手こずらされたと聞いていたのでね。ここに来た理由はわかる。エムリット、アグノム、ユクシーの3匹のポケモンのことだろう。あのポケモンたちはもう必要ない。君が引き取ってくれるのは処分する手間が省ける。はあ、お前、お前、処分ってお前、ここ爆破するぞ。だがその前に銀河団に立てつく君の力を見せてもらいたい。いやー、もうギッタンギッタンのバッタンバッタンにしてやるぜ。許されざる。ユクシー教においてこいつはマジで許してはならない罪人であるってやつだね。ただなんか前世というか、ご先祖さんは結構善行積んでたらしいからね。そこら辺どうアルセウスはストーリーが展開していくのか、とても楽しみだ。あっこから島星さん闇落ちすんのかな。いや、わかんない。まあ、正直お試し赤木さんだからあんまり強くはないよね。最後のポケモンか。力を見せてもらうだけだからな。手抜いてる。面白い、そして興味深い。なるほど強い。
そしてその力の源はポケモンへの優しさというわけだ。もったいない、そんなものはまやかしだ。見えないものは揺らぎ消えてしまうものなのだ。死んでしまえばなくなるものだ。だから私は全ての感情を殺した。まあいい、君とは分かり合えないだろう。ただ一人で来た君のその強さと勇気を認め、これを進呈しよう。やばい。いい人、ありがとう。どんなポケモンでも捕まえる究極のモンスターボール。だがこの私には必要ない。君たちトレーナーのようにポケモンをパートナーとしない。他の銀河団のようにポケモンを道具にもしない。私はポケモンの力を私自身の力とする。だそうですよ。湖のポケモンたちを助けるならこの先のワープパネルに乗りはいい。では私は天眼座に向かおう。そう、君と初めて出会った場所、そこから頂上に登り全てを終わらせる。いや、全てを始めよう。なんか難しいこと言ってるけど、とりあえずユクシーいじめたからダメだよあれは。罰すべき存在ですね。さあ、やばい、超やばいところ。さすがに何も言えない。研究員たちもドン引き。かわいい、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 かわいい。ちょっとサタラさん、ちょっとどいてくれない？あ、でもちょっと話しかける。ユクシーが閉じ込められてる。瞳を閉じて苦しそう。もう常に閉じてる定期なんだけど、かわいい。エムリット、尻尾を引きずらせ、苦しそう。うん、苦しそう。アグナム、体を震わせ、苦しそう。うん、苦しそう。サタラさん、どいてくれ、そこ、邪魔。ポケモンを助けるためにわざわざここまで。いつものことながらボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河団なりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもある。戦うんだっけ？覚えてなかったわ。まあいいよ。ユクシーの邪魔をするというならば、貴様も倒して死んぜよ。ふんふん、ドン。イバルゲーは許されざるよ。強い、だが哀れだな。うるさい、どけ。そこのボタンを押させろ。3匹はお前好きにしろ。まあ遠慮なく好きにさせていただこう。あ、ポチッとな。消えた。3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天眼山で何かをつなぎ止めるために必要なものらしい。もっともボスが天眼山で何をするつもりなのか私も知らないがな。ということでユクシー救出ミッションをクリアしたので、ポケットモンスターダイヤモンドパールこれにて終了となりますって言いたいとこですが、ま、赤木さんを止めに行きますか。